子供プロダクションチャンネルでございます。セミかな。何？ウグイいんの？ここ。同じウグイじゃないこれ。なんだこれ。そういうことか。ここヤマメだけかと思ったらウグイもいます。グイになってきたな。お、久々のヤマメ。痛いから。わかった。はい、ありがとう。銀毛してますね。銀毛ヤマメ。あれの大きいのかかってくればいいんだけどな。
外れた？外れてないか。あ、ちっちゃいのか。久々飛びました。いい山目見えるかな。金色。はい、池山目。たまたま去年仕事で行った先の近くにあった池なんで、ちょっと投げてみたんですよ。そしたらヤマメが釣れたんで、結構大きな池なんで、ヤマメがいるってことはある程度大きなヤマメもいるのかなと思って、今年から、まあ、開拓して攻めてみてるんですが、まあ、池だっていうこともあって、もう銀化してましたね。池の上の方には小さな川が流れ込んでるんですよ。そこにいる魚はパーマークがあるヤマメなんだけど、その池の半分より下の方で釣れるのはだいたい銀色の、もう銀化したヤマメなんですよね。今日は一番好きなモルト、ラガブーリ16年、これ飲みながらやってます。あと最近試しに飲んでみたら、このローソンで売ってるんですけども、ゴールドマスター、これ意外といけるんですよね。なんかビールみたいな感覚で飲めます。私発泡酒とか苦手で全然飲んでなかったんですけど、これは試してみたんですけども結構飲めますね。それで今回使ったルアーなんですが、これなんですが、まあほとんどディーコンなんですよ。私広範囲探れますんで、重量ありますから。で、そのディーコンの、まあ、シングルフックバージョンとトリプルフックバージョン2つ作ってるんですよ。で、トリプルの方はリアがガマカツのなんかものすごい硬くて、曲がらないフックなんですよね。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、もう必ず取りたいって時だけこれ使ってます。普段はこっちですね、はい、あとはチヌークの 7g、 これは飛びますね。あとはプルーラ、細長い形の、これの 8g。最後に取った割とまあまあなヤマメはこれで取りました。まあ30ないくらいだと思うんですけどね、物差し当ててませんけど。あとこれが意外と釣れましたね。ジョインテッドクロー 70S シンキングですよね。これ結構釣れました。あと使ってるタックルはこれリールがカーディフ C2000HGS、 1個前のカーディフですね。私新しいカーディフも使ったんですけど、あまり、ドラグサウンドが好みじゃなかったんで、すぐ売却しました。でこっち使ってます、古い方のカーディフ。こっち音いいんですよ、こういう音で聞こえるかな。でロッドが、これもカーディフ、カーディフ AX S62SUL-F、 まあ、かなり柔らかい管理釣り場用のロッドなんですが、まあ60クラスのニジマスもこれで取れてますんで、まあ大きいのかかったとしても問題なく、70とかだとちょっときついのかもしれないですけど、まあいけると思いますね。池なんで
なんていうのかな、沢じゃないからかなり遠投しなきゃならないんですよね。それで、まあ、池バージョンではこういうスピニングタックルを使っています。それとあとちょっと重めのルアー、まあ、これはちょっと軽いんですけど飛ばないんですけど、まあ、重めのルアーで今回やってみました。で最後のまあまあのヤマメ、あれはこのプルーラの 8g でそこ取ってからゆっくり巻いたら食ってきたんですよ。それ以外のちっこいのは細かいのはみんなこの辺をまあ表層から中層ぐらいをこう巻いてくる感じで食ってきたのはこれですね。まあまあの方のやつはこれで釣りました。まあ大きい魚はボトムにいることがやっぱり多いですよね。まあそういう意味ではこれ重宝してます。というわけで新規開拓の池ヤマメ、これからもまあ継続的に行ってみたいと思います。それではまた後ほど、さようなら。